皆さんこんにちは。ご無沙汰しております。イサムです。なかなか動画を上げられずすいません。このチャンネルはもともとね、僕のジム、アクションスタイルの情報発信の場として作ったチャンネルですが、それから時が経ってですね、ベトナムでの活動が始まったり、侍の活動が本格化してきたりとか、それから大学とか個人を回る活動だったり、映画だったり、まあいろんなことにこう着手するようになってですね、それは全てを、まとめるチャンネルになっていったんですが、その中でやっぱり僕の一存でね、発信をすることは難しいという状況もあるということをね、まあ最近改めて感じてるんですが、ようやくこうやって情報をね、発信することができるというか動画を撮ることができるということで、まあこの動画は、関係者の皆さんにね、こういう動画あげますって了承もらった上で発信をしてます。で、まあ今日、お話しするのは、僕が監督を任されてた、ベトナムと日本の合作映画の近況報告と、それから今後のことをですね、まあ、僕の感情抜きで、淡々と説明していきたいと思ってます。で、多分こう顔出しで、このチャンネルで発信するのは初めてだと思うんですけど、まあ、ベトナムの活動は、この格好でやっていますし、まあそれから、これから映画のことを発信する。特に映画の制作のチームの方で発信をしているのは僕だけなので、やっぱり僕の口から説明したりとか、状況を報告することが多いと思うんですよね。なのでこういうスタイルで、撮影をしていこうと思ってます。で、早速なんですけど、本来ならもう今の時期映画の撮影に入っているはずだったんですね。で、そのために去年の10月から、制作の準備をずっとしてきたわけです。ただですね、プロデューサーの方に、大きな問題、まあ、問題というかトラブルが発生いたしまして、もう結論から言うとですね、一切誰の連絡も取らず、いなくなってしまっているというような状況になっています。何の整理とか、謝罪説明とかがなくですね、いなくなってしまっております。なので、やっぱり、全員がですね、これからプロデューサーの方を追求していくということに、発展していくというか、もう動き出しているというような状況です。なので、僕の口から今、具体的にどんなことがあったのかとか、まあそういうことを、どこまで言っていいのかっていうのは、やっぱりその進めてくれるプロの方に聞いて、これなら発信していいとか、そういうことをもらってからじゃないと言えないと思うんで、ここで詳細は控えさせていただきたいと思うんですけれども、まあやっぱりその、ベトナムで映画を作りたいということで、僕がその前からずっと侍活動をサポートしてくださってる方をおつなぎして、それから僕が信頼できる役者さんたちをオファーさせていただいて、信頼できるスタッフさんたちに お声掛けをさせていただいて、ここまでやってきて、その皆さんにも多大なる迷惑と、それから何の説明とか謝罪もないっていうところ、やっぱりそうなってきた、こういう状況になってくると、やっぱり僕がね、皆さんを巻き込んでしまっているということだと僕は強く痛感してますし、すごくそれが悔しいし、本当に申し訳ないという気持ちで今はいっぱいです。もちろん、もうすでにですね、ベトナムの方に行って、謝罪と、それから今の説明ですね、状況説明、今後のこと、それを役者さんたち、スタッフさんたちにも、もちろん、もう説明をね、させていただいたんですけれども、まあ、そういう中で、僕がね、何もしないっていうことは絶対にないので、これからですね、みんなで動いていくことになります。なので、もしですね、この動画をプロデューサー見ることがあれば、見ていたら、早く連絡してほしいと思ってます。本当に大事になる前に、何かをしてやりたいとかそういうのはね、みんな一切ないので、もし見てたら、本当に大きなことになる前に、一方連絡してほしいなと思ってます。一緒にこう解決策をね、考えていけると思うので、ぜひ連絡してください。はい。ということで、今の状況はそういうところです。で、本来なら、この映画自体、この映画プロジェクト自体が、終わってしまうというような状況、だったんですけれども、ベトナムのサポートをしてくださっている方、それから制作をね、担当してくださっている方が、
まあ、なんとしてもこの外交関係樹立50周年の年、やっぱ我々にしかできないことをやろうとしていたので、それをなんとかね次につなげるためにも何かしらできることをやろうよと、いうことを言ってくださってですね、本当に今、お金もゼロだしやってきたことも全部無になってしまったような状況だったんですね。その中で何かこうできる可能性を模索しようということで、制作の方がですね、普段映画をプロデュースしているプロデューサーを、ご紹介してくださって、でその方がですね、この今回の制作チームに入ってくれて、今本当にゼロなところから、全力で動いてくださってます。なんか他の映画のね撮影とかもある中で、忙しい中で、それでもじゃあ何ができるんだっていうことを話しながら、ミーティングをしながらですね、ちょっとみんなで何とかしようと思ってやっています。で早速もう明日からですね、僕はベトナムに行かなければいけなくて、何のためかというと、最後のロケハンですね、制作の方、助監督の方と一緒に行くんですけど、最後のロケハンと、それから、ベトナム側でスポンサーに、なってくださる方に会いに行くというこの2つの目的でねベトナムに行ってきます。ということで、少しずつ本当に、まあ、こういう事実を知ってるのはそんなに多くは知らないんですが、それでも、知ってくれてる方の中で、協力するよと、力貸すよって言ってくださってる方がいるおかげで、光が少しずつ、見え始めているというところです。で、まあ無になった、ゼロになったとは言いましたが、やっぱりですね、その今説明したベトナム側、そして役者さん、スタッフさんたちはそれでも協力するよと、一緒なんかやろうというふうに言ってくれてるんですね。いや、それだけは、10月から動いてきた、本当に何だろうな、動いてきたからこそある財産だなと僕は思ってますし、そのためにも、まあその方たちのためにもですね、諦めることなく今年をなんとか、乗り切って、また次に、つなげるためのことをね今年叶えたいと思ってます。でそのためにはですね、こう動画を見てくださってる皆さんにも、力を貸してほしい、助けてくださいと、いうことが起こってくると思います。その時は何卒、お力お貸しいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、僕が監督を任されていたベトナムと日本の合作映画の現在の状況と、それから今後のことについて、僕の口から説明をさせていただきました。SNS もですね、新しいものに切り替わると、今それらもね、制作してくれているので、もう少し情報をお待ちください。それでは、長い映画、長い動画を見ていただいてありがとうございました。また喋り慣れていきたいと思いますんで、ぜひこのチャンネルもこれからもよろしくお願いします。それでは失礼します。